くポイントとしてはですね、人のバランスをとって、立てる車両、バランスを取れる車両というところが一つポイントかなと思います。それをきっかけにですね、より多くの方にその移動の楽しさだとか面白さっていうのを知っていただければということを思っています。